はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも東南アジアと日本をつなぐような事業を行われている原田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、簡単な自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、ソーシャルマッチ株式会社代表取締役の原畑と申します。ちょっと後ほど具体的なお話をお伺いできればなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、今事業されている内容は後ほどお伺いするんですけど、そもそも原畑さんが海外とか国際協力とか SDGs とかそういったところに興味を持ったきっかけっていうところからお伺いしたいなと思ってまして、はい、何がきっかけだったんですか？大学時代漠然と海外に憧れておりまして、うん、はい、それで大学の助成金で海外の語学留学短期で行くことできまして、そうなんですね。はい、そうなんですよ。ちなみに大学の補助金で行ったみたいな感じなんですか？はい、TOEIC の点数を超えて選考に受かると海外の留学であったり、はい、そういった海外での補助金を出してもらうようなシステム。そうなんですね。はい、じゃあそれを活用して行ったと。はい、幸いでございます。どちらに行かれたんですか？はい、最初カナダのトロントに行きました。あ、そうなんですね。はい、トロントどうでした？いや、すごく自由を感じました。モザイクシティって言われてるような。モザイクシティ、いろんな国籍の方がいらっしゃるんですよね。そうなんですね。はい、で愛媛だったので、うん、海外の人が少なかったというか、うん、日常的に会う感じじゃなかったので、はい、カナダに行っていろんな国籍の方と出会って、アフリカの方もいたりだとか、トルコの方もいたりだとか、はい、いろんな友達ができて、はい、すごくもう視野が広がって楽しかったです。そうなんですね。はい、じゃあ大学は地方の大学だったんですか？はい、愛媛にある松山大学っていう。そこからトロントに行ったわけです。あ、そうです。モザイクシティに。モザイクシティに行きました。すごい楽しかったです。なるほど。はい、実際どれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか？はい、最初は多分 4,5 週間ぐらいだったかなと思います。うん、はい、そうなんですね。それがほぼ初海外みたいな感じですか？本当に初めてですね。うん、それまで一切なかったので。そこでトロント行って海外を知りました。はい、そこから他にも海外行かれたんですか？あ、その後アメリカに行って、でその後東南アジアを一人旅しました。そうなんですね。はい、アメリカは何されに行ったんですか？アメリカも語学留学で行ったんですよね。それはまた他の補助金とか使って、はい、あ、多分実費で行った気がします。そうなんですね。はい、アメリカのどちらに行かれたんですか？アメリカのどこだったっけ？あ、ニューヨークに行きました。昔のことであんま覚えてない。ニューヨークで、はい、そこでアートが好きになりました。いつもアート、アートのモマとか行ったんですか？あ、行きました。そうなんですね。ニューミュージアムとか。じゃあアメリカは行きました。はい、その後一人旅も行ったみたいな感じだったんですけど、はい、それはバックパックみたいな感じ？まさにバックパッカーって。どちら行かれたんですか？タイ、ベトナム、カンボジアに行きました。うん、実際どうでした？行ってみて。カナダとアメリカと日本にいたので、うん、全く違うところに行きたいと思ったんですよね。ですよね。確かに。そこで全く違う環境に行ってすごく刺激を受けたし、うん、発展する社会のエネルギーの強さとか、はい、一つ一つのつながりの強さみたいなのがすごい学ばせてもらいました。ああ、そうなんですね。はい、実際危ないこととかはなかったんですか？結構ありました。野犬に、はい、囲まれて降りれなくなった。動物ね。はい、じゃあ人は大丈夫でした？その時は大丈夫でした。あ、そうなんですね。噛まれなかった。そうですね。噛まれないように頑張ってたみたいな。待ってたって感じですね。山の上から犬が下にバンバンバンってすごい吠えてきて怖かったんですけど。はい。はい、どいなかに行ってたんですか？私、少数民族がすごく好きで。少数民族の独特の文化とか、はい、その装飾の美しさみたいなのがすごいなと思ってて、はい、ぜひお目にかかりたいと思って、自分で行きたいみたいな思いが強かったので、はい、宿の人とかに聞いて、はい、わかんない車に乗せてもらって、帰り何時頃来るからみたいな交渉をして、はい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 、山登っていくとか。でもだってすごいローカルなところに行ったら言葉通じないですよね。あ、そうですね。どうするんですか？なんか何時に帰ってくるからとか、もうなんか時計でここみたいな、なんかやり取りとか。本当来ました？それ呼び取り来ました？あ、本当に来ました。すごいですね。はい、あ、その野犬に吠えられてる時に、はい、車来たらどうしようみたいな、気づかずに去られるから早く降りないといけないけど野犬がいるみたいな。はいはいはい。はい、なるほどなるほど。そういった危険性はあったので、なんか私もなんでできたんだろうみたいな。今はもう山に一人って明らか危ないのに。ね、本当本当、はい、面白いですね。なので皆さんは真似しないでいただきたいな。はい、ちゃんと安全を確保した上で行って。若かったので、まあ、確かに若い時にしかできないことかもしれないですね。そうですね。うん、確かに。なんか大丈夫だと思ったんですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれきっかけで途上国行ったじゃないですか。はい、途上国行った時にファッションとかもあったと思うんですけど、はい、それを自分でどういうふうに感情として捉えて日本に戻ってきたんですかね。すごく
羨ましいみたいな感情はすごいありましたね。あ、そうなんですね、はい、具体的にどういったところですか。人と人とのつながりの強さをすごく感じたんですよね、はいはいはい、家族でいつもメチで集まっていたりだとか、ね、はい、それがすごく支え合いみたいな形になってるのが外から見て見えたことであったりだとか、うん、マーケットのエネルギーとか力強さとか、すごい途上国の皆さんバイクとかですごい大量のものを運んでたり、はいはい、いろんな荷物を引いていたりとかして、その人間としてのこう力強さみたいなのを感じていて、うん、そこの羨ましさみたいなことはあって、うん、なるほどっすね、はい、その気持ちはすごい芽生えて日本に戻ってきましたね、はい、なるほど、はい、じゃあそういった感情を持って日本に戻るわけじゃないですか、はい、うん、日本に戻ってきてその後アクションとか起こしました。将来的に必ず海外に行きたいと思って、こう海外の関わる仕事がしたいというところで、はい、初めてのお仕事がアリババ株式会社というような、うん、日本と海外をつなぐようなアリババドットコムを運営しているような、そうなんですね、はい、会社に入社しました。なるほど、ありがとうございます、はい、ちなみになんですけど、はい、そこに入る前なんですけど、はい、大学生の時海外とかに行ってたじゃないですか。その後就職するっていう形になると思うんですけど、はい、その就職する選択の中でなんでそこを選んだのかってところと、はい、他にも考えてた候補はなかったんですかね。あ、とかちょっと、そうですね、やっぱりこう海外とつながる仕事がしたいっていうところで、うん、他に見てたのがトレードをする商社さんであったりだとか、うん、本当にジャイカさん、ジェトロさんとか見てたりとかしました、うんうんうん、なるほど。その中で、はい、なぜ民間企業で行かれたんですか。東南アジアに行って、うん、日本のものがすごく大事に使われていたりだとか、日本製のものすごくいいっていうところで生活を便利にしているような様子をすごく見てきて、はい、日本製の信頼っていうことがあったのと、うん、アリババの説明会に社長さんが言ってたのが、はい、日本の中小企業さんとかっていいものがあるけどなかなか販路が国内だと限られているので、それをこう海外とつなげることによって、はい、地方の企業がより盛り上がったりだとか、地方に人が戻ってきたりするっていうこともおっしゃられてて、うん、日本の企業さんの商品をこうアリババ .com を通じて海外バイヤーさんとつなげるっていうところで、うん、本当に現地の方にも喜んでいただける、はい、本当に日本の製品によって生活が便利になったり豊かになったりする、うんうんうん、そして日本側もそういった販路先が国内しかない商材を海外でつなげることによって、はい、日本の地方の雇用であったり、うん、地方の会社のいいものが続いていくっていうところにすごくこの2つに魅力を感じて入社しました、はい、じゃあ実際他のところも結構メーカーさんとかも受けたんですか。そうですね、複数受けて、はい、その中でアリババジャパンを選んだと。そうですね、いうところですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ここまでの動画は原畑さんの国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、はい、大学生活何してたのか、はい、でそこから進路選択っていうところまでお伺いしたんですけど、うん、次の動画ではどこで何をしてたのかっていう部分お話をお伺いできればなと思います、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。